シンポジウムはお手元の資料にもございますように、どうなるこの町、どうするこの町をテーマに、九州国際大学並びに次世代システム研究会の共催をいただきました。八幡東区役所の講演もいただきまして、開催をさせていただいております。ご協力をいただいた関係団体あるいは関係機関の皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。私の方からはアカデミー委員会とは一体何なのかということと合わせまして、この前面ある開催の経緯等について簡単に説明をさせていただこうと思います。今日総合学習という言葉が広く使われるようになってまいりました。子どもから高齢者までがいつでもどこでも誰でも学べるような時代にしなければならない。そして、行政で言うなら教育委員会だけではなくて、行政の各部門において、また障害学習センターや市民センターと図書館や博物館といったところだけじゃなくて、例えば高齢者のためだったら暗号学者や集合学者のような施設もあります。あるいは現在はこの大学もそうですけども、大学も地域に貢献するといったようなことから公開講座のようなものを開いて、市民の皆さんの学習の機会を積極的に作っておられます。で、このような市民の学ぶ機会をですね、より多く行政の側、関係団体、機関の側がですね、提供していけるような世の中になったということは非常に喜ばしいことだというふうに思います。ただ私はもう一つ大事なことがあります。それは障害学習時代の主人公とも言える私たち市民の側、本当にその自ら学ぶシステムを考えて、そして講座などの市民の皆さんの学習ニーズに合った企画をして、自ら市民が作る学習の機会というものをですね、進めていくということも必要ではないかというふうに思います。アカデミー運営委員会というのはこのような目的で設立をされました。で、行政は憲法や教育基本法やあるいは社会教育法に基づきまして、市民が安心をして誰でもが学べるようなですね、そういう機会を作っていくという責任を持っているわけなんですが、それを下から支えていく私たち市民自身による学習作りといいますか、そういったものをですね、積極的に進めていこうというのが私どもアカデミーの目的でございます。八幡東アカデミーの委員会は2005年平成17年度から今から8年前ですけど活動を開始いたしまして、今日に至っております。その間いろいろな講座等を実施をしてまいりました。私たちがこの八幡東という地で、このような活動を行うにあたって、非常にこう重視をして考えている視点が3つございます。その第1はですね、八幡東区は北九州市の中でも高齢化が最も進んでおる行政であるということであります。二つ目には、この東区は国際交流ゾーンを持った国際交流都市という性格を持っております。三つ目は、八幡東区はかつて都市公民館発祥の地と言われ、教育や文化や福祉の先進地であるということでございます。で、そこから八幡東アカデミー運営委員会が企画をいたしました学びの組み立てというものです。第一に、高齢社会の市民の皆さんが元気よくはつらつとですね、生き生きと暮らせていけるようなお手伝いをする学びの場作りをしていくということが第一。二番目には、国際的な視野で若者がのびのびと学習ができる、活動ができる、そのような交流の場を作る。3番目には、地域づくりは人づくりということがよく言われますけれども、そういった学ぶことを通して、
これからの地域づくりに役立つような人材づくりと、そして実践の場への橋渡しの役をしていきたいというふうに考えております。具体的にはいろいろなことをやってまいりましたが、主なものだけ申し上げますと、例えば笑いが健康というですね、シリーズものの講座を1年がかりで実施をした年もございました。ビバ国際人というですね、国際交流の講座に力を入れた年もございました。あるいは高齢者はつらつ塾という、これもシリーズもの1年を通してですけども、そういう場を開設をした年もございました。あるいは見て聞いて演じてみよう落語塾というですね、これも1年がかりでやりましたけども、落語の講座をやりました。でその講座の受講者でですね、今響楽勝会という素人落語のサークルができておりまして、皆さん方の地域の行事等にですね、お声をかけていただいて、今非常に活躍をさせていただいております。そういった基礎を築くための学びの場所といったような役割をしております。また八幡東の街角文化食べ歩きといったような講座を実施もいたします。で、八幡の食文化のルーツを探ろうという、そういうものでまた資料にも書いてありますけども、教えたい人が教えて、学びたい人がワンコイン持って講座を受けに行くというです、ね、そういうシステムを考えているんです。今までの7講座を実施しております。挙げますと限りありませんですけども、そういった活動をやっております。そしていよいよですね、昨年度から3カ年計画で、本日を掲げておりますこのセミナーですね、八幡東区の近未来創造ゼミナールというのをですね、企画をいたしました。本年度で2年目になるわけです。今日はその中の9回目の公開シンポジウムということで、八幡という私たちの町がたどってきた過去の歴史をですね、やはり大切にしながら、この町の今を起点にしながら2050年を着地点というふうに一応考えてですね、その見通した近未来の街づくりを模索するというですね、そういうゼミでございます。時代の変化に対応して、たくさんの問題が山積しておりますが、そういう課題を解決しながら持続可能な社会を作っていく、形成していく、そのために何が求められ、私たちは何をしなければならないのかということを考えていきたいと思います。今何もしなかったらどうなるのかというところから考え方をですね、スタートさせていけたらと思っております。私たちのこれからの可愛い孫たちや、あるいはひ孫の時代にですね、本当に希望が持って夢が持てる街をですね、残してあげるというのも今に生きる私たちの責任ではないというふうに考えております。八幡で生活する人々の未来づくりに向けて、市民の立場から、普通の市民の立場から未来の街づくりを考えていくというですね、そういうゼミナールをやっております。で、このゼミは途中からの受講も結構ですので、来年度は第3弾になりますけども、皆さん方の積極的な受講をぜひお願いをしたいと思いますし、今日のシンポジウムの中でもですね、会場からのご意見もどうぞ活発に出していただいて、シンポジウムを盛り上げていただけたらというふうに考えております。で、中身につきましてはまたこれからの進行の中で、詳しくお伝えしてまいりますので、私の方からは以上のことを申し上げて、ご挨拶に返させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。